どうも、かみしです。はい、では、赤ずきんダークサイドパート2やっていきたいと思います。はい、では続きから。スタート。はい、で、寄り道は、一回して、あの、斧を振り下ろす、あの、母の殺意っていうエンドで終わったんですけど、今回はじゃあ、もう一個先の道を寄り道したら変わるのかどうか、やってみたいと思います。で、前回ね、ここで上に行って、さっきのエンドになったんで、もう一個先はどうなるのかな、変わるのかな。じゃあここの道の上を行ってみたいと思います。まあ、赤ずきんちゃん怖かったね、斧振り下ろすのね。自分赤ずきんちゃんで可愛い話しか知らないから、まあ、グリム動画って結構怖い話が多いって聞くんですけど、自分あの赤ずきんちゃんといえば昔アニメでやってたおとき重視赤ずきんがめっちゃ好きでずっと見てた人なんですけど、やっぱ赤ずきんちゃんっていうとあのイメージが残っちゃうんですよね自分。まあ、あんま見てた人少なかったかもしれないんですけどね、俺はあのお話が大好きでした。まあ、わかんない人はね、ぜひ見てほしいです。おとぎ重視赤ずきん。今見ても面白いかもしれないですね。さてと、何か変わり映えしてるかい？まあ、前回黄色い花束を手に入れたんですけど、今回も同じだったりするのかな？え？あ、違うね。なんだこれ？湖。あ？どうしたらいいのこれ？またなんかしなきゃいけないのかな？普通に進めねえのこれ。なんもできない。ん？どうしたらいいんだ？これ案外入れたりしないよね。え、戻ろうか、じゃあ。通れない。あ？え？道変わってね？道が変わってるよ。なんだなんだ？一体どこに向かえばいいんだ、これは。おうおうおう。なんか変わって、あ、また声が聞こえるぞ、狼みたいなのが。いつの間にこんな道になっちゃったの？これ遠回りコースみたいな感じなのかな、あの池っていうか湖っぽいところの。いや、え？なんか一周ぐるっと回った感じになっちゃったけど、まあでも道のりに行くしかないよね。あ？え、また戻ってきてる？なんか迷ってない？大丈夫これ？さっきと同じになってないかこれ。え、ぐるぐる回ってない？え、どっか横に行けないのかな。いや、行けなさそうだね。どうしたらいいのこれは。あ、同じ同じ、抜け出せないぞ。おおお、どうしたらいいんだい、教えて赤ずきんちゃん。これ何周かしなきゃいけないとかあんのかな。次行ったらまたみたいな。いや、変わんない、戻るか。あ、いや戻れない。どうしたらいいんだ。俺は一体どうしたらいいんですか。でも脇道もないし、なんかアイテムを拾わないとまた先に進めなかったりするのかな。なんか落ちてるかい。何も落ちてないよね。なんか落ちてるか。ちょっとしらみつぶしに行こうか。特に変わった様子なさそうなんだけどね。え、どうしたらいいんだ。こういうのをパッと気づける人って俺すげえ尊敬するんですよね。こういうのすぐ分かる人いるのかな。まあ、視聴者の皆さんだったらすぐ気づくか。俺が気づかなすぎるだけなのか。
戻れないよね。どうしたらいいの、これ。なんもできないね。逆にもうさっさと狼とか襲ってこないかな。 そっちの方が楽なんだけど、もうこれ以上回りたくないね。いや、ダメだ。操作してないのに勝手に動いた。いきなりなんかムービー入ったよ。赤ずきんは歩き続けました。日が落ちても歩き続けました。赤ずきんは道に迷ってしまったのです。やがてお腹が空いてきた赤ずきんはカゴの中を見ました。カゴの中には食べ物など入っていませんでした。飲み物はあるけどね、ブドウ酒みたいな。その代わりにたくさんの石が入っていました。石？なんか斧とブドウ酒とか言ってたよね、最初。石なんて入ってたの？その後、赤ずきんの姿を見た者は誰一人としていませんでした。どうしちゃった、赤ずきん。なんとか道出なかったの？石でどうしたの？迷いの森、トゥルーエンド2。石どうした？また母の殺意みたいな？お母さん赤ずきん殺すためにわざとみたいな？いやー、そんなエンドなのかな、これは。じゃあもう一回、次別のエンドを見るために、続きからいきます。なんか面白いエンドですね。なんかダークサイドって言ってるだけはある。ちょっと大体なんか赤ずきんちゃんが不幸になってますけど、今のところ。いや、もういい子でいいんじゃないのかな？ダメなの？いい子じゃ。いい子で終えてほしいところですけどね。面白くなるか。さて、今回は何があるのかな。お花畑の次は池で、その次は何だろう。さあ、この次かな。何があるというんだ。誰かいるね。斧があるね。これ誰だ。どなたですか。漁師さん。ごきげんよう、赤ずきんちゃん。なぜ知ってんの、赤ずきん。私は漁師だよ。この辺をテリトリーにしてるんだ。ほう、なんか怪しいね。おや？ぶどう酒などを持ってどこへ行くんだい？やっぱカゴの中にぶどう酒入ってんだ。ほう、おばあさんのお見舞いかい。たった一人で偉いね。おばあさんのお家はどこにあるんだい？こいつ怪しいな。めっちゃ聞いてくんぞ。そこまで聞く必要ねえだろ。森の奥か。分かったよ、ありがとう。分かったよ、ありがとう。赤ずきんちゃん、せっかくだから少し寄り道をしていってはどうかな。いや、もうすでに寄り道してるところなんですけど、ここ。そうそう。この森は狼が出るから気をつけるんだよ。うわー、なんか変なフラグ立ちやがった、こいつ。めっちゃ怪しい、この漁師。後でなんか絡んでくんのかな。こいつ実は狼だったみたいな。実は俺が狼なんだみたいな。なんか音が違くね。なんか、すごい音が鳴ってるけど。ちょっと早く行こう、おばあちゃんち。ここ下行けばおばあちゃんちかな。まあ、漁師は怪しいと言ってもやっぱ人がいると落ち着くもんだね、少しは。まあ、あれは本当に人なのか分かんないですけどね、狼かもしれないですけど。まあ、ちょっとおばあちゃんにつけば分かることなんで、おばあちゃんにさっさと行きましょうか。よーし。で、ここかな、看板立ってるの。そうだね。では、おばあちゃんち行きたいと思います。
よし、変わり映えのないおばあさんの家、今回はどういうエンドになっているのでしょうか。じゃあドアを開けて確認したいと思います。では行くぞ。さあ今回はどんなエンドだ。普通におばあちゃんいんのかな。もう死んでるぞおばあちゃん。は、あ、漁師貴様、やっぱり怪しいと思ったんだ俺は。お前がおばあちゃんを殺したのか。絶対許さんぞ。死んでいるね。かわいそうに、きっと狼に殺されたんだろう。いやお前だろ絶対、お前だよ。なんだい、私を疑っているのか。当たり前だよな、誰だって疑うよ。速攻逃げるよ俺なら。生意気な小娘だな、私をそんな目で見るな。やべえやつだなこいつ。ああそうだ、君にはまだ私が何を狩る漁師なのか言ってなかったね。え、狼とかじゃないの。それはお前のようなガキだよ。うわ、人さらい系。殺されたくなかったらおとなしくしていろ。わあわあわあ、やべえ、なんでこいつ。諦めろ、子供の足じゃ私には勝てないよ。君はどこにも逃げられないさ。怖っ。逆らうつもりか、ガキの分際で。え、何が起こっている。めっちゃ服破かれてんじゃん、これ大丈夫。ロリコンかこいつは。いいか、もう一度だけ言う。殺されたくなかったら俺の言うことを聞け。お前は一生俺の奴隷だ、分かったな。こいつやっぱロリコンの趣味があるのかな。女の子の服を破いて押し倒して楽しんで。笑い方が完全にやべえやつだ。邪悪すぎる。トゥルエンド3、狼男。狼ってそういう狼？なんかこう見た目とかじゃなくて、こう精神的な意味の狼なの。お、そうぞーみたいな。うわー、そういうエンド。でも着々とトゥルーエンド順番に回収してってるね。ワンツースリーと。はい、ということで今回はトゥルーエンド2とトゥルーエンド3両方見ましたので、これで終わりたいと思います。で次はね4と5頑張って見つけて、まあ次頑張って最終回にしたいかな。ということで以上、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。